LG エレクトロニクス LG Optimus VL-06D ドコモネクストシリーズ Optimus VL-06D は韓国の LG エレクトロニクスによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモネクストシリーズの一つ。ここでは漫画ジョジョの奇妙な冒険とのコラボレーションモデルである。 L-06D ジョジョについても記述する。LG オプティマス部の日本国内ローカライズモデル。Android のバージョンは4.0、ワンセグモバキャス、お財布形態、防水、赤外線通信といった日本独自機能に対応している。スマートフォンでは珍しいアスペクト比4、3の5インチザがサイズの画面を採用している。バッテリー容量は 2000mAh で、 置くだけ充電には対応していない。なお、本端末は電池パックをユーザー自身で交換できない。内部ストレージは 32GB を搭載しているが、外部メモリの利用はできない。なお、2012年夏以降に発売されたドコモ向けのオプティマスシリーズにおいて唯一 Android 4.1へのアップデートが予定されていない。漫画、ジョジョの奇妙な冒険とのコラボレーションモデルで、 同コミック連載25周年を記念して発売される。背面に原作者の荒木博彦による書き下ろしのイラストとサインが刻印されている。限定販売台数は1万5000台。また、プリセットコンテンツも徐々の奇妙な冒険の世界観を再現しており、専用デザインの壁紙、街キャラウィジェット、絵文字、メール用テンプレートや作品に登場する回、メガアプリ。 作品にちなんだスタンドとの合成が可能なカメラアプリ、さらには検索特別編集版の第1部から第3部までの電子書籍がプリセットされている。他にも作中に登場する用語を登録したオリジナルの予測変換辞書を搭載している。なお、こちらはオプティマスシリーズには含まれない。LG エレクトロニクスの L-06D のページに本機の特設サイトへのリンクはあるが、 本機の特設サイトには L-06D のページへのリンクがない。2012年10月29日に以下の不具合の修正及び機能の追加がソフトウェアアップデートによって行われた。ありがとうございます。